先行のワッカは見てないけど、プニプニワッカさん見た。俺最近のマイブーム言っていい、プニプニワッカさんです。マジで好き。うん、あれちょっと癖になるんだよな。みんなもぜひ見てほしいです。これなんですけど。元ネタは本当にわからない。キモ。いいね。キモ。ここ好き、ここ好き。ここも好き。あるんだな。きた。それはそれとして。元ネタはまさにとプニプニって何？この日楽しむ気持ち。結局ここに落ち着けたよ。そう、俺ももともとナオコが大好きから入ったからさ。うん、俺マザーより先にそこで入ったからな俺。うん、先行のワッカウェイ見ろってどんだけ言ってくんの。いや、先行のワッカウェイは知らんよ。なんでもあるじゃん、見てる。いつ見た俺。見たことになってる。俺見てるよこれ。もうなんでだ、見てます。もう抑えてます、そこ。すいません、皆さん遅いです、乗るのが。みんなチェックが遅い、本当に。なんでジーンに機械があんだよ。これがエボンの本質だ。これでも公式これや、これって。反エボンのアルベドの出来が良すぎじゃないですか。ワッカはいいやつだと思った。だから聞いてみたくなったんだ。おしはどうしてんの。ちょっと普通にちょっとやってみせろ。公式トレーラーみたいじゃないですか。なんとでもなるはずだ。誰なんだよそれ。本当に予想のそのまま入ったよな。もう本当に予想がここだったらここ、本当にもう予想のそのまま行ったのよ。きちんとジーンの裁きを受けてもらいたかった。期待を下回ってもいないし、上回ってもいない。ちょうど現状。うん。ちょうど俺たちが思い描いた世界をそのまま表現してくれたっていう。まあ、すごいよな。うん。ありのまま。